石どんじり大手は無理でやっとで入った豆つがいしゃ明日にも潰れる噂も出たがなぜかその後は右肩上がり課長のポストが目の前にああ俺にゃついてる服の髪綺麗な娘にゃ何度も振られやっとで見つけた豊島の女二度目と言われてビビったけれど親に優しく亭主を立てる子だから嬉しいや家も立ちああ俺にゃついてる服の鏡年過ぎてもノロマの亀が一年後期で英語の塾へ孫には無理だと笑われたけどやがてなんとか喋るじゃないか母ちゃん行こうぜアメリカへああ俺にゃついてる服の髪服の鏡